皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の高子録のテーマは限界を感じるから限界が現れるということについてお伝えしてみたいと思います。言われてみれば当たり前だよねって思うケースもあるかもしれないんですけれども、案外限界を決めているのは自分自身だっていうことに気がつくとですね、チャレンジできる幅が結構広がっていくんですよね。確かにべらぼうに無謀なことだとね、それは難しいかもしれないという話になるかもしれませんけれども、誰にもその可能性を否定する権利はなくて、それを信じて頑張る人のみがその結果を知っているということになります。例えば私自身もそう信じているし、私のクライアントさんに伝えることも結構多いんですけれども、人間ができていることは人間である自分がやった場合には基本的にはできるっていう概念で考えてますので、得意不得意とか、あと時間がかかるかからないとかっていうのはあるかもしれないんですけれども、基本的には自分で自分の限界を決めない方がいいというのが私の持論です。だから例えばこれは無理なんじゃないかっていうことを自分が決めてしまったら、それは無理という結果がその場で出てしまいますよね。だけれども例えば何か大きな目標とか夢があった時にですね、その夢に向かって、ちょっとずつでもちょっとずつでも進んでいると叶うことってあるじゃないですか。例えば私はね、ちょっとなかなか地道だなって思うトンネルとかですね、あれ昔手掘りで掘ってたんですよね。手でノミとトンカチでコン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 ってやって、で削って削って削って穴が開通するみたいな、そういうことをやってたわけですよね。要はそこに道が通れば山を遠回りしなくても交通が一気に短い時間で行けるようになるっていうことで、昔の人たちは重機とかがなかったですからね、手掘りでやってたわけですよね。だけれどもいつかその思いとそれをしっかりね頑張っていこうっていう強い意志がトンネル開通っていうことをですね実現してきてるわけですよね。ですからおそらく教室業とかにおいてはそこまでハードルが高くてしんどいことって少ないと思うんですよ。コンピューターが苦手とかね、パソコンが苦手っていう人は多いんですけど、多いんですけれども、それはやったことがないからなのか、やってダメだったからなのか、でも仮にやってダメだったとしても次にそれを工夫すればもっと早くできるようにならないかとかって、工夫の仕様はいくらでもあるんですよね。だから基本的にはですね、限界を自分が感じるから限界が現れる。逆に返して言うと、限界を感じなければ、いくらでも自分の可能性っていうのは広がっていくんだって思えるとですね、なんかワクワクしてきませんか？私は基本的に毎日ワクワクして楽しく生きていけるようにっていうことをね考えながら、面白いことばっかり探して生きてるんですけれども、はい、そんなね観点で考えると、窮屈な閉塞された気持ちからは少し解放されるんじゃないかなっていうふうに思ってますので、ご参考にしてみてください。それでは。